いやー、いよいよね、最終日の7日目ですよ。まあ、7日目じゃないんですけどね。結構ね、まあ、疲れてね、寝ちゃった日が何日かあったんで、7日目じゃないですね、これ。10日ぐらい経ってんのかな、もうこれ。開けるのが怖いレベルですね。それから今日ちょっと稽古後なんでね、ちょっと肉体がね、疲労困憊状態で、になってるんで、ちょっと、カメラ持ち手が、若干プルプル、するかもしれないんで、その辺のところよろしく頼みます。ね、これもう最後だよ。なんか寂しくなるな、もう。ねえ、もう10日以上家にいるもん、こいつら。寂しくなるよ、もういなくなると思うと。ねえ、このね、ローソンのね、焼きほぐしのね、サバご飯。ローソンの焼きほぐしのサバご飯。結局10日経ってもカビは生えんかったね、ローソン。ねえ、これなんかね、初日の動画にね、またまとめて載せるかもしんないけど、初日の動画にさ、なんか一社だけね、カビが生えない時は都市伝説があるとか、ね、いう話があったけど、もしかしてそれローソンなのかな、これ。うん。カビないもんね、これ。カビないわ。うん。いや、とりあえずローソンはカビなしっす。次は、うわ、これは。ちょっと怖え、うわおい。怖えな、これ、おい。ね。これね、サークル系のね、幕の内弁当ね。これはもう、なんかもうご飯か綿菓子かわからんぐらいになっちゃって、これもう。ご飯か綿菓子かわからんけど、これ。うわぁ、これは食えねえなって、まあ、どれも食えねえんだけど。ああ、なんかこれ。もうこれね、ソーセージとか、いや、ウインナーっていうのかな。ウインナーというか、ソーセージというか、あと、この、これね、ミートボールかな。とか、相変わらずガンモンは元気なんだけど、まあ、ほとんどのものに、カビが生えてますね、これ。いや、これはもう食えないですね。まあ、どれも食えないですけど。はい、次うわおいおい、ちょっと見ない間に成長してるな、これ。うーわ、これもう。なんか、中にいるんじゃねえかなっていうぐらいになってるわ、これもう。うーわ、うわ。おい、おい、これ。やばい、これ。ココストアのね、これ店内製造の弁当ね。ついにご飯にもね、カビ来て、あ、この間まで来なかったこの、オクラ。オクラもね、もう完全にカビ生えて。おい、これ。このご飯。これセブンイレブンのご飯みたいな、同じ色になっとるわ。うわぁ。で、ここね。卵は、普通に卵焼きだったのが、もうなんか溶けて生卵に戻っちゃったな。生卵になっちゃってるわ。で、これもう見る影もないけど、これ実はハンバーグね。ジンジャーハンバーグ。で、これ最初に何かみんな忘れたから分かんなくなっちゃった、何か。原型もないし、これひどいな、でも。人参だけえらく元気だな、これでも。この人参だけ。人参ってカビ生えん食い物だっけ？まあ、その辺わかんないけど、いや、まあ、そんなはずはないと思うけど、まあ、なんならこれまだ、人参だけ食えそうな。なんかこれ、くせえな、これ、しかも。これの匂いかな。うーわまた次のもすごいぞ、これもう。もう手に取るのが怖いな。中でなんか動き出したりしねえかな、これ。これ。ねえ、これセブンイレブンのね、豚焼肉弁当、唐辛子マヨネーズ。まあ、それはいいんだけど、この、米。なんだこれ。すんげえことになっとるな、これも
それからこのパスタなんだけど、スパゲッティっていうのかな、みんなパスタっていうのかな、わかんないけど、このなんここわかるかな、この境界線、腐っとるとこと腐っとらんところのこの境界線なんだろう、これ何基準でここ分かれてるんだろう、分からんけど、とあとこの肉がえらく元気だな、元気なのか元気じゃないのか分からんけど、ちょっとこの肉は肉でまたね、全く変化のない、あ、ダメだよ、ウッパちゃん、これ食べれないよ、これダメダメ、これね、安眠安眠ね、こら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 、で、最後ね、ファミリーマートの幕の内弁当ね、これ、ウパちゃんダメだよ、ウパちゃんウパちゃん、あ、ダメだよ、これ食えないよ、これダメ、ね、これひどいや、ウパちゃんおしっこしてるわ、うわ、これひどくねえな、全然。なんかこの漬物が一個無色透明になりつつある感じなんだけど、あとはまあちょっとこの鮭と、これウパちゃんって、ウパちゃんダメだよって、鮭とこのね、なんだこれ、つくねかな、が若干だな、これもっていう。で、あとまあここのね、ひじき的なやつと、あとなんかエビフライはカビは生えとらんけど、なんか崩壊しとるな。でこの卵焼きは生卵には戻らないと、というね、まあ結構ね、これなんなら5社並べて記念撮影する、最後に5社並べて、ちょっとまだね、これ片付けないけどね、夕飯食った後のね、食器を片付けてないもんでね、スペースがね、広くないんだけど。おー、これ、まずいな。ここさ、蓋が開いちゃいそうだ、これ。なんとかしんと。これ、なんなら、ちょっと、夕飯の食器分、ちょっと下がってもらって。やべえ、ここさ、開くぞ、これ。やべえぞ、ここさ、おい、勘弁してくれよ。おい。ちょっと、これ、ちょ、撮ってみるか。上から一枚の写真に入るかな、これ。あ、入るわ。入るけど、なんか、ピンボケ、あったあったあった、綺麗だね、うん、アバタモンエクボとかなんか言うけど、カビもなんか美しいわ、こうやって見るとね、もう10日間ね、一緒に過ごしてきたやつだからね。あ、これサムネにしようかな、パシャリと、撮影中のパシャリね、これね、これ全然、ローソンのサバご飯は全然、サークル系の幕の内ご飯、ウパちゃんこれ食えない食えない、これ食えないんだわ、いかん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 、ほらいかんいかんね。でね、このサークル系の幕の内ご飯はご飯にね結構生えてきたし、ここスターはね、これ俺が一番ね信頼を置いとったところで、まあ初日からねもうかなり来とったしね、最終日かなりねもう原型とどめないぐらいになって、で、これなんだっけ、セブンイレブン豚の焼肉弁当はもうパスタと米って感じだね、この辺の肉は元気、すごく元気。ファミリーマートの幕の内弁当、お相撲さんだからね、幕の内弁当2個あるよ、こことここにね。だけどこれはちょっとカビが少ないな、この この3社に比べると、うん、ちょっと少ないな、てか寂しいな、もういなくなっちゃうのかな、お前ら、うん、ねえ、まあ結果的に言うと、まあ俺の独断と偏見でね、順位をつけると、カビが生えた順に、1番がまあココストア、2番がセブンイレブン、3番が、サークル系、4番がファミリーマート、5番が、ローソンとね、なったわけで。まあただね、もうこれもね、いろんな説があるんだ。もうみんなね、好きかっていうからさ、本当に。
本当に自由なやつだ、みんな。カビがね、例えば生えれば、そういう変なね、防腐剤的なやつ使っとらんから安全な弁当だっていうね、説もあるし、まあ、逆にね、そのもう今の弁当はもうね、製造の段階でなんか菌とかそういうのが入んないようにしてるから、まあ、カビが生えなくて当たり前、生える方がおかしいってね、唱え出すね、一般人もおるし、もう今のね、ネット社会はね、いろんな情報、真逆のね、説とかがね、もういろんなことにおいてね、真逆の説っていうのがやっぱね、たくさんあるからね。まあ、今回のね、このね、実験というかまあ検証もね、カビが生えたからいいっていうわけではないのかもしれないし、まあ、ただあくまでもどこのコンビニの弁当がカビが生えるかなっていうことをね、検証したというところにとどまるというふうに言っておこうかな。うん。そうしんとまたね、騒ぎ出すからね、みんな。カビが生えた方がいいんだとか、生えん方がいいんだとかね、もう騒ぎ出すから、本当にすぐに。なんかすぐ騒ぐからさ、もう。だからまあ、あくまでも生えるのはどこだっていうのを検証したという、に、とどまりますので。まあね、そういうことです。まあだけど、俺的にはやっぱカビ生えねえのはやべえかなって思う。うん。カビ生えねえのはやべえよ。やっぱ、カビが生えるか生えないかを検証したで言うにとどまらない。うん。とどまらないわ。騒ぎ出そうがいいや。誰が騒ぎ出そうともいいんだけど、やっぱりね、カビ生えねえ方がやばいわ。と思う。俺は。まあ俺の意見だけど、結構俺自分の意見を通しちゃうタイプだから、あれなんだけど、やっぱ生えないのはまずいな。うん。まあそのコンビニ弁当をね、俺製造する、なんか工場なのか何なのか分からんけどね、勤めたことないから、実際はどんな風にね、製造されとんのか分からんし、ネットではなんか俺、製造現場にいました、薬かけてますよとか、俺製造現場にいました、薬かけてるけど、あれはなんか化学薬品じゃなくて、なんだっけな、なんか、酢をなんか使ったなんかをかけて、腐らないようにしとるとかね、いろんなこと言うやついたけど、まあ、そいつらも、まあ、本当に働いとったのかもしれんけど、本当働いとらんかもしれんし、まあ、別にね、証拠もないわけだから、まあ、正直本当に働いた人は、まあ、心の中でね、どういうものをかけとるか、わかるかもしれんけど、働いてないものとしてはね、もうどの意見が本当かっていうのはわからんからね、まあ、本当にね、そういうなんか化学薬品とかね、規定の量ね、かけとる可能性もあるだろうし、まあ、そのバイトの人がね、彼女と別れて気分悪かったらね、規定量の50倍かけとるかもしれんし、まあ、それはわからんからね、うん。まあ、だからね、一応、まあ、生えるコンビニ、生えないコンビニ、まあ、これもね、弁当何種類も買ったわけじゃないから、他の弁当だったら生えとったなんてこともあるかもしれんからね、もうこんなのは、実験というにはね、足りないと思うけど、まあ、この結果が全てですよ、とりあえず、今回は。まあ、約ね、7本の動画で約ね、10日間、全部見てくれた人もおるし、途中で飽きた人もおるだろうし、途中から見てくれた人もね、おるだろうけど、まあ、一応ね、こういう結果で終わりましたので、まあ、あとはね、この弁当の処理については、一応ね、初日に行ったけど、賞味期限切れのね、弁当をね、ちょっとね、裏ルートでね、別に裏でも何でもない表のルートなんだけど、手に入れて、やったから、まあ食い物はね、無駄にしとらんよと。っていう、まあ批判が来るのとか、正直どうでもいいんだけど、そういう鬱陶しい奴らからの批判は食い物を無駄にすんなとかいうのはね、どうでもいいんだけど、まあ俺自身がやっぱ食い物は、まあ力士だけにね、無駄にせず、やっぱ食わないとっていう考えがあるもんで、まあなるべくそういう方法でっていうことで、検証したんで、何を言おうとしたんかな、わからんくなってたな。あ、そうだ、うん。思い出した。まあ、そういう風に、な、ルートでね、仕入れてやったやつだもんで。まあ、食い物無駄にするなとか、興奮するなよ。みんな。うん。で、まあ、一応賞味期限切れのものを、
し、あの、仕入れたっていうか、手に入れてやったとはいえ、賞味期限切れもね、まだ1日2日だったら食えたといえば食えたからね。だもんで、まあ、さらにこれを無駄にしないようにカビが生えたけど、まあ、ちょっと俺は無理だから、まあ、うちのスタッフが美味しくいただきました的な感じで締めたいと思います。まあ、その食ってるところはね、載せないけど、この後スタッフが美味しくいただきますんでね、必ずね、カビ生えてても、尋常じゃない、胃腸の強いね、スタッフが、もう胃腸の問題ではないな、このカビ生えとんのは。とにかく、まあ、スタッフが美味しくいただきますんで、まあ、みんなね、興奮するなよ。うん。ということで、まあ、なんか偉い、今回長くなったな、15分過ぎて16分近くなっとるけども、ありがとうございました。あとは俺、この弁当たちとの別れをね、惜しみつつ、この動画を締めくくりたいと思います。それではね、ありがとうございました。またなんかね、気が向いたら、やります。まあ、もう一回、まあ、手に入れる機会があれば、やるかもしれんし、その違う弁当をね、買って、各コンビニで違う弁当を買って、で、また同じようにね、入る入れないの結果が同じであればね、そのコンビニは、ってことにね、なるだろうし。まあ、そういうことです。また気が向いたら、やるんで、よろしくお願いします。ではね、ありがとうございました。7本全部見てくれた人も、1本だけ2本だけ見てくれた人もありがとうございました。オーナクス7の爆発したぞ、なんか大丈夫か。はい、ということで、お疲れ様でした。